熱海市街地から見た熱海港と西木ヶ浦。左奥にあるのがホテルニューアカオ。地図ホテルニューアカオとは静岡県熱海市にあるホテルであり、その運営企業。西木ヶ浦から南方の蘇我、蘇我浦にかけて広大な敷地を要し、複数のホテル、施設からなる赤尾リゾート広告という名のリゾートエリアを形成している。千二十一年十月二十日に、 社名を、朝を SPA& リゾート株式会社へと変更。1973年開業。鉄筋20階建て、客室250室。西木ヶ浦トンネル東方の旧道、明治時代のトンネル、三浦道水道を抜けた先にある西木ヶ浦の北東部、崖から会場にかけてに立地。1978年、ホテル内にオーシャンビューレストラン、メインガイニング金開業。 1994年開業。鉄筋12階建て、客室100室。ニューアカオ南西の崖上、山上の熱海城、熱海ミ飛行館付近の道路へまたがる形で立地。展望ラウンジ、ロイヤルラウンジ、フレンチレストラン、ボヌール、和食レストラン、マオーギ。2018年開業。ニューアカオ南西、ロイヤルウィング東向きの崖、西木崎庭園に立地。 宿泊者専用スパ。一般客にも開放されている、西木ヶ浦南方のオーシャンビューカフェ、伊豆市の絶景カフェを歌う。西木ヶ浦トンネル東方のホテルエリアから南進し、駐車場を挟んだ、蘇我保トンネル東方の旧、道脇木け、大崎庭園内に立地。1982年に、ビーチリゾート蘇我保として開業。二千十七年四月十九日に、 アウトドア施設、アウトドアビレッジ蘇我浦開業。1988年に蘇我森林自然園として開業。蘇我の山中の東京ドーム13個分の敷地に12種類のテーマ別の庭園が点在。園内の方奥の山中には蘇我浅間神社が所在。2017年9月19日に熊健吾設計のカフェ、小江戸ハウス開業。ありがとうございます。